はい、こんにちは。堺ギタースクールです。コメ読み行ってみたいと思います。チューニングって奥が深いんですね。チューニングする時の音の聞き方は分かりました。私も挑戦してみたいと思います。現状、私のチューニング方法は6弦から普通に開放弦を弾いてチューナーに合わせるという方法です。このやり方の問題点はどういったことでしょうか。もしかしてチューニングして合わせてるつもりが厳密には合っていないのでしょうか。うん、これね、結構チューナーを使う時によくあるというか、大事なことかもしれないんですけど、チューナーを使うメリット、耳で聞かなくてもこうメモリで合わせられるとか、そういったことあると思いますけど、チューナーを使う時に注意しなきゃいけないことっていうのもやっぱり、結構いっぱいあると思います。まず一つは、どういうチューナーを使ってるかによりますけど、大抵ね、こうピューとこういうメモリみたいな高い低いで真ん中にピタッて来た時に合ってるとか、こういう感じのだったりこういうのだったり、正しいところに行ったら緑色に光るとかね、そういうのが多いかなと思うんですけど、その時に注意しなきゃいけないのが、ピタッと合ったところが本当にピタッと合ってるのかどうかっていうのは結構こう怪しいんですよね。例えばちょっと低めにぴったり合ってる時と、ちょっと高めにぴったり合ってる時、高めでも低めでもなく本当にバッチリ合ってる時とか、意外とね、その辺って微妙なところで大体で揃ってることがほとんどだと思うんです。で、例えば6弦はちょっと高めにぴったり合いました。で、5弦はちょっと低めにぴったり合いましたってなると、6弦と5弦の差って高めと低めで合ってるから少し差が出る。で、ちょっとね、そういう感じで正しい音とは言っても、合ってる許容範囲みたいなね、こっからここまでは合ってる範囲で、ど真ん中に来ればいいんだけど、こっちは低めに合ってる、どっちが低めかあれだけどね、こう真ん中が合ってるぴったり線で、こっち許容範囲のこっち寄りで合った音とこっち寄りで合った音を比べたら結構な差が出てくるんですよね。そこはね、結構な問題点なんです。だから、チューニングね、チューナーでやる場合ってどっち寄りなのかっていうのは気にしてた方がいい。本当にぴったり合わせるっていうのもね、結構難しいと思いますね、チューナーだと。耳で聞いて合わせるんだったらそれは可能だと思います。なぜなら弦一本一本じゃなくて、6弦に対して5弦っていう比較をするんでね。で、それがもう一個のチューナーを使う問題点だと思います。要はチューナーってやっぱり 1本対1本というか、もう6弦が合ってるかどうか5弦が合ってるかどうかっていう合わせ方をしてるんで、そこが大きな問題ですよね。さっき言った高めと低めみたいな差が、そのせいで生まれちゃうんですけど、だ耳で合わせる場合って6弦に対して5弦がどうなのかっていう、2本を比べてるんですよ。で、その2本は6弦5弦5弦4弦もしくは6弦と4弦とか、1弦6弦5弦1弦みたいな、こう、合ってるこの基準に対してこれ合わせて、こっちがあったらこれに対してこっち合わせて、でこっちとこっちを比べてみたいな、そういうこうね、
ちゃんと複数弦を比べて揃えていくから、こう基準がどうこうっていうよりも6本のバランスをしっかり整えてチューニングできる、うん、だけどチューナーを使う場合っていうのは1本ずつ独立して合わせてるから、その比較ができてないっていうところが問題点かな、うん、これなかなか難しいですけどね、うん、だからチューナーしか使ってないっていう人は、その辺をねちょっとチェックした方がいい、うん、で、まあ音合う合わない、うん、綺麗にチューニングできるかどうかは置いといて、チューナーを使う問題点があともう一個あるとすれば、音が狂わないチューニングができない。まあそもそも自分の出す音とかそういうところにどこまで耳をね使ってるかによるところが大きいんですけど、チューナーで合わせてると音を聞いてるんじゃなくてメモリを見てるから、うん、で弦ってねやっぱり伸び縮みがあるもので、こうね低いところからピタッと合わせてもちょっと戻ろうとする力が働いたりとかね、うん、あるんです。あとは楽器が温まってきたら少し高めになるとか、そういうちょっとした差を考慮して狂わないようなチューニングっていうのがすごく大事になってくるんですけど、チューナーを使ってるとっていうかチューナーだけしか気にしてないと、そういうところがね何も見えないと思うんですね多分、うん、だからいやちゃんと合わせましたよみたいなね、ちょっと音狂ってないって言われてもいやちゃんと合わせたしみたいな、うん、実際狂ってるかどうか自分の耳でチェックするんじゃなくてチューナーを頼りにしちゃってる、うん、で実際もう一回チューナーで見たら、あれさっき合わせたのにちょっとずれてる、なんでだろうみたいなね、うん、でそういうのは絶対に原因がねちゃんとあるんで、ただそこがチューナーだけ使ってる人っていうのは、そういうこれからどう音がどう変わっていくかみたいなところとかそういうのがわからないと思いますね、うん、まあなんだかんだ言ってそこが一番の問題点なのかもしれないけど、うん、だからチューナーを使ってもねいいと思います。チューナーは活用していいと思うんだけど、チューナーを使っても自分の耳でどう聞こえるのかっていうのはやっぱりね気にした方がいいよねっていう、うん、まあそんな話です。はい、ということで、チューニングね、チューナーで6弦から順番に合わせていくっていうのが悪いわけではないんだけど、でも問題点ってね今言った問題点あるんですよ。なのでちょっとそのあたりは気をつけてみましょう、うん、はい、というわけで、コメント欄にね質問リクエストどしどしお待ちしております。どんな気軽にねどんなんでもいいんで待ってます。気軽にコメントください。